どうも、トリプルナインです。本日の動画はこちらになっております。トロピカルジュープリキュア、楽しい幼稚園2021年4月号付録のおしゃべり目覚まし時計の方をご紹介したいと思います。では、パッケージの方を見ていきましょう。では、開けます。中身を開けると、まずは説明書が入っております。そしてこちらがおしゃべり目覚まし時計本体となっております。デザインの方を見ていきましょう。表面はこのようになっております。裏面はこのようになっております。では、ギミック部分の方を見ていきましょう。上側にはトロピカルージュプリキュアのイラストがあります。そして中にはプラスチックの玉が入っていますね。このように動かすことができます。こちらの部分は時間が表示される場所になっています。左側にはスピーカーがありますね。そして右側にはボタンが4つあります。ちなみにこちらの一番小さいボタンはリセットボタンになってます。左から順番に見ていきましょう。まずはモードボタンですね。そして真ん中にあるのはセットボタンになります。右側にあるのはアラームボタンになります。そして右上にあるこのボタンは時刻を読み上げてくれるボタンになります。後ろ側には電池蓋があります。単4電池2本必要となっております。そして電池を入れると時間が表示されます。時刻の設定方法は、まずはセットボタンを長押しします。すると左側が点滅するので、モードボタンを押していくと、1時間ごとに設定することができます。12時を過ぎると午後に変わります。セットボタンを1回押して決定です。続いて分の時間を合わせていきましょう。左側の時間が決まったら次が右側の分の時間を合わせます。これは先ほどと同じやり方です。分の時間が決まったらもう一度セットボタンを押すと、はい、これで時間表示の設定が完了です。続いてアラームの設定方法について説明したいと思います。アラームの設定方法はまずアラームボタンを長押しします。すると左側にちょっとわかりづらいですがベルのマークが出てきます。これでアラームの設定ができます。そしてアラームの時間をここで決めます。時間の決め方は先ほどの説明と同様です。はい、これでアラームの時間を設定することができました。しかし現在アラームはオフになっています。アラームの時間を設定した後、もう一度アラームボタンを押します。すると左側にアラームのマークであるベルが出てきます。これがアラームオンの状態です。ベルのマークが出ている状態でアラームのボタンをもう一度押すと、アラームがオフの状態になります。そしてこちらの目覚まし時計は、キュアサマーとローラちゃんのセリフボイスが収録されております。キュアサマーに関しては11種類のセリフがあります。ローラちゃんに関しては9種類のセリフが入っております。音声を聞く場合、こちらの時刻読み上げボタンを押すと音声が流れます。ただし時刻を読み上げてくれるのはキュアサマーのみとなっております。そしてアラームが鳴るとアラームが鳴る時の専用ボイスもあります。ではそれぞれのボイスを聞いてみましょう。お日様の下って最高ね。12時48分。
時間ね。もう朝よ、起きなさい。もう朝よ、起きなさい。どう？いい夢見られた？おはよう、寝坊しちゃうわ。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 あれれ、まだ起きないの？遅刻しちゃうよ。あれれ、まだ起きないの？遅刻しちゃうよ。今日もトロピカってか。朝だよ、外はいい天気だよ。朝だよ、外はいい天気だよ。朝だよ、外はいい天気だよ。まだ寝てるの？まだ寝てるの？まだ寝てるの？まだちょっと眠いのかな。以上でトロピカルジュープリキュア楽しい幼稚園2021年4月号付録のおしゃべり目覚まし時計の方をご紹介いたしました。残念ながら収録されているボイスはキュアサマーとローラちゃんだけでした。キュアコーラルとキュアパパイヤとキュアフラミンゴの音声も収録させて欲しかったですね。こちらのおしゃべり目覚まし時計の面白いギミック部分はアラームが鳴っている時に15秒以上経つとセリフ音声が変わる仕組みになっています。こちらのギミックがとても面白かったですね。ということで今回これにて以上です。この動画がよろしければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。では次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。